鼻先を叩くと、スタッ、スタッ、スタッと起き上がる、起き上がりサウルスを作ります。スタッ、スタッ、スタッ。まず折り紙を裏返し、半分に折ります。しっかりと折り筋をつけてください。一旦広げます。手前の端を中央に折ります。しっかり折り筋をつけます。さらに中央に折ります。しっかり折り筋をつけます。折りやすいように全体の向きを変えます。こちらの端も中央に折ります。しっかりと折り筋をつけます。さらに中央に折ります。ここまで折ったら全体を広げます。このように横の折り筋がたくさんできているので、これが縦になるように90度回します。そして全体を半分に折ります。しっかり折り筋をつけてください。今度はこのまままた半分に折ります。しっかり折り筋をつけてください。広げます。この手前を折り筋に合わせて折ります。向こう側の端も折り筋に合わせて折ります。このように手前に折るのが難しければ、一旦向きを変えて折っていただいても結構です。このように手前に折り、しっかりと折り筋をつけます。ここまで折ったら一旦広げます。そして右から1、2、2列をこのように中に折ります。そしてこの端から1つ開けたところ、左から 1、2、3列分を中に折ります。このように3列分を折ります。右2列、左3列折った形です。全体をひっくり返します。このようにひっくり返し、この手前の1段を軽くこのように折ってから、指を入れ左側をこのように三角に広げます。
三角に潰します。そしてこの右側もここに指を入れ、このように三角に潰します。このような形を作ります。奥の一段も同様に、まずこのように軽く折ってから上に持ち上げ、指を入れ、左側を三角に潰します。そして右側も指を入れ、三角に潰します。このような形を作ります。続いてこの角を折ります。このように45度折ります。この角もこのように45度折ります。一旦ひっくり返します。そしてこの手前の一段を中に折ります。しっかり折り筋をつけ立てておきます。奥の一段もこのように中に折り、しっかり折り筋をつけ立てます。このような形を作ります。続いてこの部分、ここをこのように中に左側に倒しながら、ここをつまみ角を立てます。このように角を尖らせます。こちらもこのように角を尖らせて、この部分倒して、さらに前後を倒して、このように尖った部分を2つ作ります。そしてここ手前と奥の壁を再び垂直に立てます。このように立てます。続いてこの部分、このようにめくります。このようにめくって、ここ、しっかりと曲げます。さらに、この部分、このように折ります。ひっくり返すと、恐竜の頭ができています。この部分が前足になります。あとはこのようにシールなどで目を描けば、起き上がりサウルスの完成です。机に置いて鼻先を叩けば、スタッと起き上がります。ぜひ作ってみてください。